これは僕が、うん、要するに、質問のある人、うん、相談のある人は左に書き込みなさいと。あ、なるほど、うん、でこう面白いのが、うん、これ誰が置いたんだか、うん、ルシェフ、うん、アトゥジュエゾンって、うん、ボスは必ず言い訳を持ってるっていうフランスの嫌味がここあってあって僕をからかってるんですね。だからそのからかわれてるの僕が好きです。最近の、世界中の若者、特に日本の若者の傾向として着てるものが、綺麗なもの、新しいものなんだけども、みんな、いわゆるカジュアルなんですね。もう一つ言うと、すごいグルーピー、いろんなグループにこう属していて、一人じゃ勇気がなくて選べない。もうそれはもう昔から日本はそうなんですけども、要するに疑いを持って、その今流行ってるもの、仲間たちが着てるもの、最近一番ストリートで見当たらないのが、着込んだ服。僕の理想は、ファッションデザイナー始めた頃、40年前からの理想は、ノマード、財産全部着込んじゃってるっていうまあ本当に30センチ以内に近づくと臭いんですけどもでもかっこいい、それが僕の理想で、それを追い求めて、やっぱりデザイナーで服作って40年ちょっと、ノマードの人たちのファッションには勝てないです。やっぱりその人生をかけた服、生活を着てるっていう意味合いで、それが僕の憧れだし、一番やりたい服作りなんですけども、四大天然繊維の中で特に冬物に関しては、ウールが半分ですね、一番好きなのはピーコートとか、ね、軍服に使われた、あの辺が好きで、メルトンって言うんですか、そういった意味ではウールフランネルもそうみたいで、フランネル、まあ、メリノウールのフランネルみたいなのは、必ず冬物ではお世話になります、これはリンちゃん、僕海外出張が多いんで、動物、犬を飼うのをこう自分に禁止してたんですが、60歳の後半になって、もうすぐ70だなと思った時に、この子と一緒に死にたいと思って決意して、犬って大体15年ぐらい生きてくれるんで、ちょうどそろそろいいかなって思って、それでだから僕の最後の、愛人、これは僕のボルサリーノ社から10年ぐらい前に、毎年1個プレゼントで送ってきてくれる、これをかぶってこういう長い髪の毛でいることが、イメージみたいになってしまって、帽子をかぶってる、お手洗いの紳士のところの帽子みたいなもんですね。そうです僕がパリのプレスのボスに相談して、もう、髪の毛めんどくさいから、もう坊主にしちゃおうかな、切っちゃおうかなとか言ったら、ダメだ、それはダメです、それはダメです言われて、帽子とロングヘアっていうのが一つのなんか、会社のイメージにもなってるみたいなところ、もう日本のファッションデザイナーの代表選手ですから、ぜひそのままで